一人ずつなの？頑張ってきます。なんで補佐役の頑張ってきます。レッドブル飲みました。なんで一人ずつなの？わかんないっす。え、なんかいる？イエーイイエーイよし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 、みんな今から行ってくるよ。ここだよ。あかりん、やばいよね。ありがとうございました。ありがとうございました。いただけましたでしょうか。あっかりーん。もうそれ。楽しかったねー。楽しかったですね。よかったね。最後まで楽しんでいただけた。おっと。イエスメニア。僕あの日笠さんの言ってること全部わかりました。これは映画館の方たちが、ああ今見てる。映画館っていうのは。この30分ぐらい押した場合ってどうなるんですかね。ちょっとそこが心配。大丈夫なんですね、ありがとうございました。またお越しください。はい、終わりました。ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。きっとそうですよね。楽しかったですよね。私も楽しかったです。またいつか。僕もやるんですかこれ。あ、すいません、あの司会させていただきました吉田でございます。あのすいません、すごい気にしてたのはライブウィング、僕も昔見に行ったことあるんですけど、あの最後あの伸びすぎて時間 あのアンコールの途中で切れたってことがあって、これ時間絶対押しちゃいけないって思いながらドキドキしてるんですけど、これ見えてます？大丈夫ですか？見えたとしたら、あ、大丈夫大丈夫、すいませんでした。もうあの押しましたけれども、あの楽しんでいただければ何より。っていうか個人的にあの杉田さんの何かを僕は楽しみすぎたせいでこんな時間になっております。申し訳ございません。ありがとうございました。あ、そもそもお前誰だっていう方いらっしゃると思いますんで、1階のアニメファン、日本放送アナウンサーの吉田久乃でした。ありがとうございました。お邪魔しました。いいんですか？はい、ありがとうございました。ダメだよ。何ですか。はい、ということでね、楽しんでいきますよ。楽しんでいきます。行きましょう。イエス。何も喋んない。喋った方がいいよ。かけそば。はるちゃんが好きです。はるちゃん広いの。はるちゃんって落ち落としてください。スキマスイッチが好きです。楽しかったですか。楽しかったですか。楽しかったですか。映画館盛り上がりました。僕らは楽しかったですね。楽しかったですね。はい、もう楽しかったです。影様、ちょっと目潤んでる。嘘。影様、あの皆さんに一言もらってよろしいでしょうか。いいですか、影様。皆さんね、もう変態。変態ですよ。どうしたの。この場なんだよ。今、なんだよ。耐えきれない間になってしまった。ダンスがいい。それでもついてんのかよ。あのこのイベントほとんど台本にないことだけが起こり続けていて、一番僕が何にあの動揺しているかというと、毎回杉田さんが出してくる小ネタを本当に知らないとまずいっていうことでございまして、最後スフィアで合ってるよね。あ、すみません、この余計な話かもしれませんが、どうもすみません。あの一人 あのファンとして楽しませていただきました司会、日本放送した久乃でした。あ、ツイッターとかあの感想くれてる方本当にありがとうございます。全部見てますんで、よかったらよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。